それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。なんか力が出ねえな。こいつはクリリンと修行した時の石だな。あん時は確かクリリンがズルして勝ったから負けたオラは飯が食えなかったんだよな。悟空さ、どこ行くだべ。出かける準備ができるまでおとなしく待ってるだ。おう。悟空さ、どこ行くだべ。おう。お父さん、無天老師様っちゅうオラが世話になったお師匠のとこだ。そうなんだ。よし、準備できたぞ。ほれ、弁当だ。お腹が空いたら食べるだよ。サンキュー、父。父の作ったもん食ったら力がもりもり湧いてくるからな。なあ、ごはん。うん。おめえも来ていたら強くなれっぞ。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。綺麗な弾。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、
死んだオラのじいちゃんの形見だ。ご飯中おめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ご飯ちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから大事にすんだぞ、ご飯。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ご飯ちゃんをよろしく頼むだ。ご飯ちゃん、いい子にしてるだぞ。